サインにもそういう落としどころが見つかるといいな。ついてなかったんですね。あ、はい。ブワー、どうしました？頑張るぞ。いった、もうまた失敗しちゃった。神田先生、そのまま私を召し上がれってことですか？次は、はい、ティアーユ先生、質問なんですけど。先生は独身ですか？そうですけど。じゃあ恋人は、スリーサイズは達成したあれですか？それはちょっと男子、先生が困っているでしょ。そうよそうよ、セクハラだぞ。あなた、やはりお前たちか。長谷川先生、相席してもいいかな？さあ、どうぞどうぞ。ピッチ先生、普通の服だ。そう、普通の安物。あんたたちの普通の世界に合わせてやっただけじゃないの。何よ、やっぱりもっと露出が欲しいわけ？いや、隠したことでむしろエロにすご。ほら、真っ赤でしょ。そそられたりしませんか？かなり。リリス先生は勉強熱心すから。